3679埼玉支部飯島明宏です。最近の調子はまあまずまずいつも通りですね。この夏暑かったんで家族でよくプール近くのプールに行ってました。まあ今節は優勝戦とりあえず乗れるようにいそいそ頑張ります。応援よろしくお願いします。はい、3813佐藤大輔です。愛知支部です。最近はちょっと前節熱中症で体調を崩したのでいまいちです。僕の地元のおすすめは、美味しいお寿司屋さんです。でこの夏はもうお酒飲んで子供と遊んで終わりました。はい、今節はせっかく来たんで気合いで頑張ります。4072佐賀支部森永純です。最近レースは、まあ、夏場は調子いいので調子いいと思ってます。僕佐賀の嬉野出身なんですけど、嬉野の湯豆腐ぜひ美味しいので食べに来てください。夏は競馬です。今節も暑さに負けず頑張ります。4083、東京支部の福島由紀です。最近はフライングしてからちょっと調子良くないです。地元のおすすめスポットは、そうですね、品川の水族館ぐらいですかね。この夏は海外旅行に行きたいと思います。今節、徳山好きなので頑張ります。応援よろしくお願いいたします。4166岡山支部吉田角郎です。最近の調子はいいです。地元のおすすめスポットは鷲羽山ハイランドですね。この夏はゴルフ三昧でした。今節優勝を目指して頑張ります。4532埼玉支部秋元悟です。最近のレースの調子は、まずまずです。この夏やりたいことは、いいレースしたいです。はい、今節一生懸命頑張ります。応援お願いします。